で、リバプールのスタメンが、あ、クマンサーか。うん。あ、左サイドバックコメスか。うん。いやー、ここがもうだって、ダブルボランチがさ、すごいよ。ソボスラエンド、マッカリスターで、フォワードサラーヌネス・ディアスか。いやー、もう全然。ガチガチじゃん。ガチガチだね。ガチガチよ。で、アーノルドとロバートソンとかがいなくてもこれ、用意できるからね。ただ、俺、ブライトンね、うん、全然いいと思うよ。うん。おそらく、まあ、右がフェルトマンで、うん、センターバックヘッケダンクで、左エステピアンで。うん、うん。まあ、ランプティが一列上がるってこと。そうね。で、問題はやっぱ、バレバモデルなんですよ。そう。そこがね。そう。どっちがどこっていう。もちろんバレバとグロスのダブルボランチバランスいいよ、うん、だグロスギルモアだとちょっとテクニカルすぎる、うん、はいはいはい。でこのバレバで中和と、うん、してくれるんよ。なるほど。バレバよくさデゼルビーにも言われてるじゃん、うん、ちょっと下手って。そうね。けどそれでいいんすよ。そう片方は片方はね。そうでこのモデルのトップ下も鍵なんよ。確かに。そう。いや結構いやいけそうだよ。俺はね、まあもちろんリバプール、うん、濃厚だよ。もちろんそれはまあね。けど俺そこまでひどくなんないと思うな、うん、なんならワンチャンあるよ。いや全然あるよ。で実はねその、うん、バレバもちろんさバレバのポテンシャルに気づいてる人結構いるじゃん、うん、いや実はモデルのトップ下も、うん、マジでめちゃめちゃ緩いベリンガムなのよ。本当にこれトゥーンワールドから来たね。そうトゥーンワールドから来たベリンガムの。トゥーンベリンガムだから。いや可能性あるよね。いやモデルのトップ下マジいいから。いや本当にモデルのウィングはダメだよ。そうでボランチもちょっとね、うん、重いんだよねやっぱ。そうねボランチだと、うん、トップ下がちょうどいいよ。ちょうどいいよモデルは、うん、だから今日はもう面白いことは確定だな。だから、うんうん、そうバレバ入れたのでかいよ。そうだからリバプールの強度にバレバだったら、うん、あのついていけるからね。全然いける、うん、だいつものあの不安要素が今日はないよね。ないないない、うん、だからここに遠藤いんのおもろいなマジで、ね、いやもう余裕でスタメンなもんな、ね、遠藤すごすぎるな。すげーよ。いや三笘いてほしかったなね。いや満を持して三笘対遠藤できたよね。できたできた。じゃあ遠藤しかもさサイドまで守備するじゃん、うん、三笘と遠藤のマッチアップ全然あって。全然あったよ。ああ、うん、リバプールのボランチ特殊だもん、うん、でなんなら三笘が内側にいる可能性もあるから、ね、あるあるある。そうそうそう。いやー見たかったな。でしかもちょうど青と赤っていうさ。そうそうそう。遠藤をぶち抜く三笘も見たいし三笘を潰す遠藤も見たい。見たいよね。どっちも見たかったな。うん、もう潰されていいもんね。いや潰されてもいい。遠藤にだったら、うん、遠藤にだったら全然いい。遠藤もぶち抜かれていいもんね。いいよ三笘だったら。そうそうそう。始まりました。始まりました。楽しみすぎるこれ。豪富ですよ。アルビオンさん320スパチャーです。ありがとうございます。アディングラとモデルどっちか得点します。予言スパチャー来た。本当に。ただほら強いんだよモデル。いいよいいよ、モデルいいよモデル。いやどうすかモデル今のファーストプレーどう。いやモデルいいんだよマジで、ね、可能性あるよ。ソボスライ吹っ飛ばしてたぞ今。ねそう強いん。そうだから変にテクニカルトップ下よりも、うん、モデルの方がいいよ。バレバどうどうここも。いいよバレバ残せ背負った。いや立ち上がりのど立ち上がりは悪くない。いや全然いいよブライトン、うん、だからこれなんだよもう、うん、だからバレバとモデルなんよ。そうねブライトンは。デゼルビちょっとそこ理解してほしいね。いやデゼルビはバタつかない。いやいいよいいよ。どう行っちゃうの。いやうまいよ。デングラうまウェル、ウェル G。 いやでもこれ、うんはい、マジでモデルとバレバだと思う。いや絶対そう。いやほんと強度上げてるもん。いやこれマジでそう。だからリバプールびっくりしてる。いやそうよ、うん、急に強度高くなってない。そうそうそうってなってるよ。なんかと真ん中つえんだけどって硬えってなってるよね。そう硬って。そうだからやっぱ俺は思ったよスタメン見て。うん硬い。うんバレバとモデルいる方が強いって俺は知ってます、うん、でこのエステミアンのバタつかないさ。バタつかないね。ここ素晴らしい。ただまあ2分だから分かんない。まあねリバプールまだ入りだから。リバプールも義務失点なとこあるもん、うん、たまに結構ね、うん、人数かけるからね。うんただリバプールはこっからだからね。そうねこっからスイッチ入るからね、うん、いや素晴らしい。いやうますぎるそれは。いやうまい。ただまあリバプールからしたらもうこんなんなんとも思ってないからね。まあね、うん、もう何回もひっくり返してきたからね。そうそうそう。おおあやばいんじゃない。おおえディアス、うん、これエンドじゃない。入った入った。うわいやしかも今バックパスじゃない今ブライトンね。いやこれはブライトンでだいぶやらかしてる。だいぶね。ただ展開としては面白いね、うんうん、めちゃめちゃ抗議してるけど何かあんのか。何かあった。いや俺エンドかと思った今点取ったの、うん、おあいやディアスはない。ディアスあれでしょ。いやディアスないな。あいやないないない、ないなこれはゴール奥だもんね。うん奥から走ってるもん。そういやすごいよこれ。いやディアスすごいな抜け目ない。いやこれはさすがだよ。うんさすが。これは絶対オフないよ。うんない、うん、いやよく詰めててあそこまで。でもディアスもよくあそこ行ったよな。そうあそこ行ったよ。しかもオンサイドからね。ちゃんと戻ってるもんね。うんいやこうなるとやばいよ。やばいよ。
終わりか、びっくりした。早っ、もう終わった。いや、早っ、マジか。いや、おもろすぎるな、この試合。ちょっとずっと見てたいな。すごいね、ロングボール全然ないね、うん、ボール宙に浮いてないもん。ただやっぱブライトンはやっぱバレバとモデル、うん、これスタメン固定だな。そうね、この感じね。あ、やっぱバレバがいいわ、やっぱり、うん、でも多分あれだな、うん、ブライトンアンフィールドやりやすいと思ってるな、絶対。距離感狭いから。だからやっぱパスサッカーって縦幅短い方が多分やりやすいんだな。だからこの今日の試合めちゃめちゃ見てておもろいし、うん、ブライトン今日過去一の出来だよ多分、うん、普通さ他のチームってさ、うん、アンフィールド手こずるじゃん。そうね、なんかブライトンはなんか好物だもん、なんか生き生きしてるもん、ね、うん、結構距離感を大事にするサッカーは、うんうん、多分アンフィールドマジでやりやすいと思う、うんうんうん、で結構マンチェスターシティもアーセナルもさ、うん、幅を使うビルドアップじゃん、ね、うん、リバプールとかってさ幅捨ててるじゃん、うん、だから真ん中が大事なサッカーだし、うん、ブライトンも一応幅取ってるんだけど、うん、幅使わないじゃん、うん、だからその真ん中を大事にしてるサッカーは、うん、マジアンフィールド超ご機嫌なんだよ、ね、確かに、うん、いや多分ブライトンアンフィールド好きだよ、だから多分デゼルビングのサッカーが多分アンフィールド向きというか、だってぶっちゃけこのリバプールのサッカーさ、うん、ブライトンのデゼルビサッカーからウィング削っただけなの、うん、そうだね、それぐらいなんつうんだろう、結構仕様は似てるんよ、うん、ブライトンからウィング削ったらリバプールになるもん、で能力底上げしたげてね、うん、タッチャンさん320円です、パチャでます、思ってたより試合になってるな、うん、ブライトンやっぱパスうまいね、バレーバーモデルいなかったらやばいね、そうなんよ、やっぱあのね、うん、背負うっていう時間、そうそうそう、どうしてもねどっかであるからそこを補ってんのでかいよ、でかいでかい、うん、ただね守備が気になるんだよね、やっぱリバプールが全員内側入ってくるからさ、そう、ね、ボランチの人たちがの、うん、ノー疲労半端ないよね、うんうん、誰見ればいいのかっていう、うん、さっき俺めっちゃ見てて思ったのが、うん、あのサラがボール持ってて、うん、ブラッドリーがニアゾンランしたの、うん、でそれにグロスついてったの、うん、でまあその人でしんどいじゃん、うん、でグロスついてってブラッドリーがグロスつるじゃん、うん、でそのグロスがいなくなったところでソボスライ受けて、ね、でそのソボスライに対してグロスが遅れていくのよ、うんうん、死ぬ死ぬマジで、ね、これ死ぬわ、やばいよマジで、うん、みんな内側入ってくるからな、うん、相当しんどいだろうな、うん、ブライトンのボランチからしたら、そうなんよ、簡単に言えばさ、うん、ブライトンの4バックって横並びじゃん、うん、この4が、うん、でリバプールのこの4がこうボックスで4みたいになってる、あそうだね、そうだから捕まえらんないよ、ね、誰かしら浮いてるんよ、そうで捕まえに行くじゃん、そ う, そうするとワイド開くじゃん、そう、それを後手かで、そう、後からソボスライとかで、そう、いやこのサッカー俺めちゃめちゃすごいと思うけどな、うんうんうん、ただブライトンも今日めっちゃ過去1位ぞ、いやいいよ、そんあのジョアン・ペドロとか三笘いないのに、うん、そうペドロ三笘いたらねまた違った展開になってたかもね、でペドロと三笘いない分バレバとモデルいるから、そう俺それねマジバカにできないと思うよモデルとバレバマジいいわ、うん、モデルだな、ちょ 俺らさ最初モデルさ、うん、めちゃめちゃ微妙だと思ってたじゃん、うん、まあ、ワイドレーンでやってたからね、そうモデルフォワードになった瞬間、うん、めっちゃいいわ、生き生きしてる、うん、俺ずっと言ってたもんね、うん、あのカメラを振った後もさ、うん、これさモデルどうやって使っていくんだろうね、そうそうそう、使い道どうしていくんだろうって言ってたもんね、そうそうそう、モデルだけなんか浮いてないって、そうそうそう、ブライトンで、うん、だ最適解出たわ、出たねモデルは仲ないよモデルは中だわ、マジモデルは中だわ、アディングラ対ブラッドリーマジおもろいね、うん、いやそう、いや相当レベル高いよ、うん、あそこは、うん、究極の勝負してるから ね今日アディングラ相当調子いいから、お互いコンディションいいから、ね、そうあそこ過去一だよこれ、ね、どっちもキレあるもん、ブラッドリー異常だなあれ、いやあれ良すぎるよ、あれあれだね、歴史に名を残すサイドバックになるね、いやなるあれは、あれはちょっとマイクマアップデートしたんだよ、ね、あそうだな、ワイドもいけるし、そうそう、やっぱりもともと攻撃、そう、ね、サイドハーフとかフォワードやってた人間がサイドバックやるとね、ああなるんだろうね、あモデル強い強い、これでうまい、いやモデルモデルうわいやうまうまおいモデル次男に見えたわ今、ね、いや今の一連のあれ次男よ、モデルスキンヘッドにしたら次男だよ、次男じゃん、いやうまっ、もうあと頭突きするだけよほんとあとマテラッツィ呼んで頭突きするだけだいやうまっ、マテラッツィ見えたわ今、なんならね、うますぎたでしょ今、いやちょっとデゼルビほんと考え方変えてほしいね、もうライン間に人めちゃめちゃいるもんな、でソボスライがワイドレーンなんだよね今度、いや何それ、えやばい、うわぁそれはうまい、いやそれはうますぎる、うますぎるって、でソボスライの何それ横で幕張り、幕張り、いやちょっとそれは無理だわ、それは絶対無理、今のはやばい、いやうますぎる、いやちょっとうますぎるわ今の、まずソボスライの横何今、ちょっともう一回見して、レーザー横にレーザー、
横レーザー赤い服着た横レーザーじゃん。おカスレーザーだよ、ほんとそれ。ソボレーザーだもん。ソボレーザー、ほら。超合金だもん、ね、これは。これ超合金。ここからクロスと見せかけて。で、幕張りもだよ。いや、ドンピシャ。ビタ止めだよ。ビタ止め。いや、ちょっとうますぎるわ、それ。超合金してるもん、それ。いや、うんま。いや、それはうまいわ。それはうまい。いや、あの横パスでも幕張りが浮くもん。ね。で、幕張りのトラップよ、その後の。ね。なんであんなドンピシャでできんの。いや、うまいなぁ。いやー、待って、まずい。これは。いやそれは出る、それは出るわ、それは、うわぁ、いや、サラーうますぎる。オフ、え、なくない今。え、すか、サラーのパスやばいよね。やばいよ。だサラーってマジ天才だな、これ。天才すぎる。何ができないの、サラーは。ね。え、ワンチャンないよ、今の感じ。だこのモデルの落とし強かったし、ね、ウェルが滑ったな。ね。オフだ。オフだ。足だ。あ、でも。お尻お尻だな。ダンクのダンクのお尻だけど、ディアスの足が出てる。足が出てんだ。でかい。いや、これはでかいよ。いや、これ俺も全員あの、うん、VR の部屋行ってさ、うん、おでますって言った方がいいよ、うんうん、デゼルフィだからさ挨拶した方がいいよ。デゼルフィ菓子より持ってかないんだよ、ね、これ。いやー、おもろくなったよ。挨拶だよ、これ。ほんと VR の部屋にきついぞ、ハマってるよ。うまいけど、うまい。ダンクうまっ。おっ、わー、ダンクうまっ。そこくるくる足、軸足の裏。なんでセンターバック2枚それできんの。なんで。いや、おもろすぎる、このブライトン対リバプール、ね、なんか、ほんとサーカスだね。いや、ほんとに芸術だね。ほんとにお互いうますぎる。いや、うますぎるって、お互いマジ技術勝負だもんね。やりたいことやってるわ、うん、ああ、もう終わらせられるね。終わる、終わる。ああ、いや、強いな。いや、強い、素晴らしい。いや、強いよ、リバプール。いや、面白かったな、マジで、うん、いい試合だった。いや、マジいい試合だったね。とブライトン良かったけどな。いや、良かったよ、マジで。やっぱバレバとあれだな、モデルだな。モデルね。いや、ブライトン良かったよ、うん、ただやっぱリバプールちょっと良すぎたな、うん、とやっぱ強度大事だね、やっぱり改めて。そうね、うん、まあ、特にこういうね、上位のクラブと戦うってなるとね。そうそうそう。いやー、でもワタちょっとあれ中盤からしたら絶対嫌だね、うん、いや、嫌よ、もうロケットだもんね、あれ飛んでくるもん。うん、でさ、取れなくてもぶつかってくるじゃん。そうそうそう。 100% でプレイできないよね、うん、相手からすると、うん、牛だな、マジで。本当にワタすげえわ。角生えてるもんね、遠藤。あとやっぱクロップのさ、うん、なんか負けててさ、うん、流れ悪くてもさ、うん、余裕ある感じすごいよね。そうね、マジ大物だよ。焦ってないもん。焦ってない、マジ全然。本当大物だよ、うん、クロップ。結局またひっくり返して、そうそうそう、リバプール勝ってるからね。8位、7位、6位目指して頑張ってほしいな。そうね、リバプールはもう優勝してほしいな。そうね、ここまで。そう、今日もブライトン倒したんだったらもうマジで優勝してほしいわ、うんうん、いや、優勝でしょ、このサッカーは、うん、強すぎるよ。アーセナルシティ次第だから、本当だから、なんかリバプールのための日だもんね、なんか。そうね。シティとアーセナルがやり合ってくれるっていう直接、うんうん、しかもこんな面白い試合して結局リバプールが勝つっていう、うん、ということで、はい、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。